全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はオーキドじゃ。ということで今回はこちら、色違いメタグロス2つな持ちを使ってポケモンバトル遊んでいこうというふうに思うぞ。先日厳選したらね、なんとか、ヘビボー色違い2つなメタグロスゲットできたんで、ポケモンバトルで使って対戦相手に自慢していきます。テラスタイプが悪で、持ち物が突撃直帰となっていて、変化技を出せなくなる代わりに特防が 1.5 倍される持ち物じゃな。で、努力値が HA ブッパー、特性がクリアボディ、相手の技や特性で能力を下げられないということで、攻撃を下げてくる威嚇であったりとか、技の追加効果であったりとか、そういうので下がることはありません。で、技構成がハードプレス、サイコファング、はたき落とす、バレットパンチとなっていて、ハードプレスっていうのが相手の HP が残っているほど威力が上がるという技なんじゃな。握りつぶすっていう技があって、それの鋼版と思っていただければいいんじゃが、なんか握りつぶすの威力は120らしいんじゃが、ハードプレスはなんか110っていう話を聞いたんじゃよな。そこら辺ちょっと定かでないのは申し訳ございません。で、サイコファング、思念の頭突きの代わりにね、サイコファングを採用して、リフレクターとか光の壁をね、ぶち割りながら威力85で相手にダメージを与えることができるので、非常に優秀なエスパー技となっております。で、叩き落とす、これも強い技じゃな。相手の持ち物を叩き落として戦闘が終わるまで使えなくする、物を持つ相手にはダメージが増すということで、まあおそらくポリゴン2とかがまたね、対戦でたくさん見る機会が増えそうなので、叩き落とすを採用させていただきました。そしてメタグロスの弱点が、まあ炎、地面、ゴースト、悪なんじゃが、そのゴーストと悪を今一つにしつつ、叩き落とすの火力が上がる悪テラスタルにさせていただいております。そしてラストがバレットパンチ、タイプ1で打てる優秀な先制技じゃな。ということで、待ちに待ったメタグロスがついにポケモン SV にもやってきたということで、早速ポケモンバトルで暴れさせていくぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がジャローディング、ウーラオス、鬼しずぐも、羽ばたく神、海竜、そしてラストが、なんだっけこいつ、ジュラルドンの進化系な、わし名前忘れちゃうんだよな。ということで、お願いします。このジュラルドンの進化系みたいなやつが一番重いわ。メタグロス今回自信採用してないんで、すごくきつい。とりあえず先発は、まあ、ジャローダが怖いかな。ジャローダがおっかない。がロトムから繰り出して、裏メタグロスのラスト、パオの事案でいいかな。パオの事案でいきましょう。お願いします。さあ、お相手先発カイリュウを繰り出してくる。カイリュウが何の方か分かんないから、そこが嫌なところじゃな。とりあえずお前にはトリック打つわ。ハチマキなのか、それでも違う方なのか分かんないんで、そこが嫌なところなんじゃよな。トリックでこっちのこだわりスカーフを押し付けて、相手は悪鬼の実ということは、はい、刺さっていく。素晴らしい。これバチ刺さりしたな、相手にな。最高です。で、ここは鬼火打っちゃいましょうか。さあ、海竜を引っ込めて、ジャローダを繰り出してくる。で、ジャローダに鬼火を入れて、で、相手多分天の弱ジャローダだと思うんで、リーフストームぶっ放してどんどん C を上げてくるみたいな、そういう方だと思うんだよな。なんで、まあここは一旦メタグロスに引いて問題ないじゃろ。ロトム戻れ。ヘビニラミを持っていると思われるので、ヘビニラミ撃たれるのはもうしょうがないな。あれ、メタグロスが空飛んでる剣について、なんかこれバグらしくて、事前に空飛んでるポケモンがメタグロスとね、交換するとメタグロスこうやって空飛んでしまうらしいです。まあこれで実質地面技無効ということで、もう最強です。ここはまあハードプレス打ちたいけど、はたき落とす打っといた方が後々良さそう。はたき落とす打ちましょう。めっちゃリーフストーム連打してくんじゃん、お前。まあどんどん C 上がるしな。はたき落とす打って、食べ残しをはたき落として、からバレパン、バレパンで落とせっかな。問題はそこじゃない。バレットパンチ打ちます。お、お相手テラスタル、いやこれ草テラスタルの可能性あるぞ。あーね、なるほど、ステラか。
ステラは一回技を打つたびに 1.3 倍の火力が出るらしいんで、ワンチャン、テラバースト打つの？わし、テラステラ切んないよ。ああ、急所に当たって死んじゃった。急所に当たって死んじゃったよ。急所に当たっ、まあでも等倍だから死ぬか。うん、じゃあこっからパオジアン出して、パオジアン災いの剣、安定取るんだったら紙砕くでいいわけなんじゃが、まあつらら落としでいいかな。当てていくならばよし。これ裏にブリジュラスがいるとわしも発狂して倒れるしかなくなるんだけど、大丈夫かな。発狂して倒れるしかなくなるんだけど、あ、海竜なんだ。海竜なんてお前照らしたらなかったら、お前つらら落としでワンパンじゃぞ。神速じゃ落とせません。つらら落としバカーン。はい、こだわりハチマキです。ということで、こだわりハチマキパオジアンが世界最強なんじゃよな。さあラストが鬼しずぐも、鬼しずぐもにワンチャン噛み砕く打てっかもしんねえから、ここロタムに引いちゃっていいかな。はい、高専が選ばれていく。メタグロスが頑張ってくれました。マッチングいたしました。相手がブラツキ、無限ダイナ、マタドガス、マニューラ、ガラルファイヤー、そしてラストがオーニューラということで、よろしくお願い申し上げるんじゃが、これどうしようかな。先発ロトムからやっぱ出すのが一番安定だと思っていて、ロトムメタグロスは確定で出して、ラスト1体どうしようかな。パオジアン、パオジアンありだな、全然な。パオジアンでいきます。お願いします。さあ、お相手先発ガラリングマタドガシングを繰り出してくる。ガラリングマタドガシングか。化学変化ガスが充満して、こいつ鬼火持ってると嫌なんだけど、ここトリック打ちたくないんだよな、できれば。理由は無限ダイナが仮にいた場合、コスモパワーで全抜きされる可能性があるんだけど、まあいいや、トリック打とう。余計なことさせたくないです。さあ、お互いの道具を入れ替えて、こだわりスカーフを押し付けて、黒いヘドロ、あ、やべ、黒いヘドロ手に入れちゃった。毒菱は厄介だけど、相手はもう毒菱打つマシーンになったんで、これで、うん。でも黒いヘドロってことはあれか、無限大な黒いヘドロないんじゃないか、これ。でここボルトチェンジでいいですね。いいダメージ与えていく。無限ダイナ黒いヘドロ、いや無限ダイナが食べ残しの可能性があるのか、そこがおっかないところじゃな。さあ、メタグロス繰り出していき、巻いて毒菱しか押せないんで、 OKOK。 でここ一番ダメージ出んのなんだ、相手のポケモン的に。いや、ここハードプレスでいい気がするわ。裏のポケモン大体まあ鋼技効くような相手なんで、交換してきたとしてもハードプレスが刺さるということで。さあ、マタドガスはもう毒菱を打つことしかできないマシーンということで、ハードプレス打ち込んでいく。耐えられんのかい。まあここ余計な技見せなくていいんで、ハードプレス連打します。もう相手はもう毒菱を引っ込めてくれんの、ありがとうございます。化学変化ガスの効果が切れて、出してくんのが無限ダイナと。無限ダイナやだな。さあ、プレッシャーを放っている。ハードプレスがどんぐらい入るか。あ、結構いいダメ入るね。食べ残しだこいつ、やっぱり6でもねえな。はたき落とす、アクテラはたき落とす打ちます。これで食べ残しはたき落として、次バレパン圏内まで入れたい。頼むぞメタグロス、お前だったらいけるはずじゃ。アクテラスタル、あ、オッケー、火炎放射安い、一番安い。はたき落とす、ぶち込んでいく。これで食べ残しはなくなる。バレパン圏内入ったか微妙じゃな。でもバレットパンチ打つしかない。ここはダイマックス砲とか打たれても厄介じゃ。バレットパンチドン、オッケー。無限ダイナとか雑魚、弱こいつ。
メタグロスに何もできなかったね。伝説ポケモンすら一瞬でぶちのめしてしまう。それがメタグロスなんじゃよな。で、繰り出してくるのはこいつだけど、こいつにもバレットパンチ打てば飛ばせるんで問題なし。ていうか、ここでマタドガス出すってどういう条件なんだ相手。バレットパンチで飛ぶぞお前。じゃあな。相手メタグロス突破できなくなったね。問題は裏にオーニューラがいた場合だね。オーニューラいたら一気に全部貫かれて終わる可能性あるね。やめてください。あ、マニューラか。マニューラは勝ちです。マニューラは勝ちです。バレパン、バレパンで終わりじゃろ。はたき落とすバレパンでもよかったかな。相手テラシタル切ってくる。格闘テラシタルとかだったらやばいけど、氷テラシタルだったらバレパンを押しといて正解じゃ。これっていうか、バレットパンチの通り良すぎ。はい、大ダメージ、トリプルアクセル新技。ああ、なんかした。あ、でもこっから火力上がってくるんじゃな。あー、すげー。でもギリ倒せなかったね。はい、メタグロスで3立てということで、あ、氷の粒手があるから3立てじゃないかもしれません。3立て阻止されました、意地で。相手の意地の一撃で3立てを阻止されてしまいました。がパオジアンいいんだよな。パオジアンがいいんだけど、まあ、ロトムからでいっか、これ。パオジアン出すまでもねえか。で、これでやられたらもうしょうがないから、パオジアン出すしかない。ボルトチェンジで、辻切り耐えるでしょ。はい、余裕なんだよね。いやー、メタグロスめちゃくちゃ仕事したな。意外と、なんか突破できずに、どんどん相手被弾していってくれるから、メタグロスの耐久は相手にとって、とても厄介かもしれないな。マッチングいたしました。相手がサーフゴー、パオジアン、ドヒドイデ、クエスパトラ、フワライド海流ということで、お願いします。お前カジュアルでやる戦術じゃないじゃろそれ。許せねえ。どうしよっかな。とりあえず先発はメタグロスからぶっちりいって、裏がロトムは潜ませておいた方が絶対いいと思う。で、サーフゴーが来た場合、ほんとマジできついんで、サーフゴーどうするかじゃな。最終的になんかクエスパトラ、フワライド、サーフゴーとか生み出されたらもう負け確なんで、まあそん時はしょうがないか、言うてしょうがないか。パオジアンを倒せるポケモンを連れていきたいんじゃが、パオジアン倒せるポケモンなんて存在せん、わしのパーティーにはな。メタグロスぐらいじゃ。これはもうこだわりあちまきパオジアンで強引に行きましょう。お願いします。さあ、お相手先発フワライドを繰り出してくる。おねむなメタグロス繰り出していって、フワライドとりあえずはたき落としちゃいましょうか。ここさ、めっちゃ強引に行っていい、わし鬼強引作戦行っていい。いや、でもアクテラシタルはたき落とすでも倒せねえよな。いや、行くわここ。うわ、相手もテラシタル切ってきた。水テラとか、うわ最悪や。なんでやねん、はたき落とす読まれたんかこれ。アクテラスはたき落とす読まれてアクテラスタル切られたんだが、なんでやねん。嘘じゃろ、しかも催眠術まで食らっちゃったよ。で、こっから相手身代わりかな。力を吸い取りやってくる可能性もあるね。まあ最速置きハードプレスにかけるか。身代わり、ここ起きてほしいな。最速起きしてほしい。いやー、グーグー眠ってる。これはきついかもしれないな。さあ、小さくなる。こっから運ゲーの始まりじゃ、わしのな。わしの運ゲーの始まり。さあ、目を覚まして、ここ当ててほしい。当てていく。オッケー、とりあえずこれでフワライドの身代わりぶち割って、多分これで相手まだ身代わり連打してくると思うんじゃが、身代わりの前にバレットパンチ当てるか。ハードプレスの火力下がってるから、バレパン打ちましょう。当てていく。急所に当たってこれだもんな。さあ、身代わり。
ただこれでバレットパンチまた押せる。いやー当たんないか。これ多分また、いやキモすぎる。カジュアルでやる行動ちゃうねお前それ。マジでキショすぎや。バレットパンチで割れるんでバレットパンチ連打しましょう。ここはさあこのターンは確定眠りじゃな。さあ小さくなる。まだ当てられるぞ。まだ当てられるぞ。全然バレパン連打で。いやー2ターン眠りはきつい。さあバトンタッチ打たれていく。これでつなぐポケモンがクエスパトラだと結構きついかもしれん。クエスか。とりあえずクエスパトラはまあバレットパンチで一旦割れると思うんでバレットパンチ連打します。で相手悠長なことやんないと思う。多分守る。さあ目を覚まして当ててほしい。当てていく。でかい。これ当てたらマジでかいよ。さあ身代わりをぶち割っていき、マジカルシャインを持っている。まあ直帰なんでしっかり耐えます。で叩き落とす。打ち込んでいくよ。でこっからバトンタッチかな。どっかで相手事故ってもらったら最高なんだけどね。ここバトンタッチな気がすんな。マジカルシャイン連打。ここ当てろメタグロス。ここ当てたら勝つ。当てていく。はい、運に頼ったバカがよ。キモいんじゃバカだれが。あークエス君死んじゃったね。あもう君負けたんじゃないの。カジュアルバトルでそういう気持ち悪いことするから負けんじゃないのかな。んなんとか言ってみ。ねえ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 、どう？カジュアルバトルでニチャニチャしてね、ポケモン初心者をその卑怯な戦術で倒そうとしてわしにボコられた気持ちね、言ってみ。残り52秒あるよ。ほら50秒。はい、この間ずっと君の話聞いてあげる。うん、なになに？うまくいかなくて悔しい。そっか、じゃ死ねえ。アホタレが。気持ちいい。しょうもないやつじゃな。さあラストのポケモン出してこい。3対1じゃ。どうするんじゃ。さあフグオとか繰り出してくる。はい、はたき落とす。ぶち込んでいくよ。ゴールドラッシュ直帰だけど耐えないね。うん、しょうがない。オッケーオッケー、素晴らしい。でサンフゴの持ち物次第なんじゃが、正直パオジアン出して噛み砕くぶっぱして終わりでーす。さあ災いの剣、お前の負けは今決まった。耐えられんのかい。テラスタル切っちゃったよねもうね。うーん、気持ち悪いことしたから噛み砕くで死んじゃったーん。しょうもないバトルじゃったのー。もうメタグロスの良さ運だけです。いかがだったでしょうか。まあまあまともな試合何試合か取れたかなと思います。最後の試合はねもうバリ雑言の極みみたいに相手のことを罵ってしまって申し訳ございませんでした。カジュアルバトルであれやられるとちょっとムカついてしまってつい口が悪くなってしまい反省しております。勝ててよかったです。まあ使ってみた感想としては、まあやっぱり突撃直帰持たせることによってメタグロス非常に高い耐久力を維持することができるので、相手はなかなか突破できずに、その間にまあハードプレスであったりとか叩き落とすバレットパンチでもうぐちゃぐちゃにされるっていう、いい感じにね仕事してくれるメタグロスだなと思いました。ただメタグロス自身にテラスタルを切ってしまうと、まあ、後々厳しくなる可能性もあったので、まあ、そこはねちょっと諸説かなと思いつつ、まあ、このメタグロス一体で相手を反壊させて残りねロトムであったりとかパオジアンであったりとか優秀なポケモンで詰めていく流れが非常に強かったので、もしこの動画を見てねメタグロス使ってみたいなと思った方はぜひ育成して対戦で使ってみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。